おっぱよはい、みんなおはよう。コーラわざつ、カムユわざつ、おはよう。鬼小島さんおはよう。お、ヒロさんおはよう。沖縄仕様じゃないですか。そうそうそう。おはよう、つみきちゃん。おはよう、けだま姫。うなこおはよう。じゃあ俺は写真台にしよう。写真台で。うん。ツイッターアップしとる？え？あんまツイッターとかアップしちゃう？ツイッター俺結構アップするよ。する？うん。うん。ジュノンボーイだから。お、アリスおはよう。仕事行ってらっしゃい、すずちゃん。頑張ってね。てか、どうしようね、この雨。すごい、なんかめっちゃ雨降っとることが聞こえとって。うん。これずっとこれやんな。ずっとこれ。俺もスコール的なのかと思ったんだけど、うん、今日降水確率 100% だよ。多分ずっと雨だと思う、今日。オキスロとかいいんじゃないとか言ってたよ。沖縄来てスロット配信かよっていう。すごいなぁ。これでも、沖縄のパチンコ店できん俺。なんでサンシャインっていう一番でかい系列できんのか。なんか撮影許可がおりなくて、あ、それでもぶっ通してる。割と配信してる。アッケーおはよう。何使ってんの香水。サムライ。あ、サムライなんだ。サムライ夏。サムライめちゃめちゃ昔流行ったんだよ。サムライ夏。サムライ超流行ったよね、昔ね。懐かしい。あ、サムライだ。あ、取れてた。うわ、サムライ夏。え、もう行ったの？おはよう、あけさん。スカルプチャーって言うんだっけ、わかんない。スカルプチャーがわかんないけど、なんか中学生の時みんな侍か、なんかブルガリの黒つけてたね。それしか知らねえんじゃねえのみたいな。みんなやっぱ侍いいよねとか、ブルガリの黒いいよねって言ってたけど、その2種類しか成田つけてるやついなかったの。全員それだったの。多分ね、成田のやつらね、あの、見え張ってただけで、それしか知らないんだよ、多分。みんな同じ匂いだ。俺はでも違うから。俺やっぱ最先端走ってたから、あの、コンビニで売ってるさ、3種類ぐらいの、あの、800円で売ってるやつを俺はつけ続けたから。あるじゃん。コンビニとかで600円とか800円のさ、3種類しかないやつあるだろ。俺はもう最先端走ってたから。おめえらとは違えよ。あ、ウルトラマリンも流行ったね。おはよう。マツコさんおはよう。ミツコさんおはよう。流行った流行った。俺はパイが好きなの。ジバンシーが好き。あとプラダが好きだね。今シャネルの5番つけてるけど。ヒサおはよう。お土産じゃないや。沖縄すごい雨よ。
シャープ5。お、これ見たまたつ。ギャッツビーとかだ。そうそうそう。ギャッツビーとか。おようちゃん。よっしゃ。どうしたブそんリ。いなに増えた？や、がっつりだよ、ほら。こんなふらんでや。ウケるよね。うん。雨男、もしかして。なあ。俺、ビーカン男なの。雨男、出る。俺、雨男なんかな。あ、イベントごとで雨多い？そんなことない。そんなことないはずだったよな。晴れ男っぽいもんね。おはよう、たくみさん。外出はするけど、何しようかなみたいな。やっぱ俺ら、ほら、電波と電源でしょ、まずは。で、あとはその配信が、ね、どうなるのかだから、雨は機材やられるからね。アッキさんおはようね。とりあえずまあ車借りてきて、移動できる支度しちゃうかな。え、だってホテル借りてるから別に荷物置いてってもいいんじゃないの？ああ、まあ飯食おうぜ。入ったら。腹減った。超楽しみなんだけど、これってどういう仕組みなんだろうね。なんか店の名前が違うのかな。どれかを選ぶんでしょう、多分。多分選ぶはず。だよね。どれにしような。え？どれにしよう。ね。ホテルから海近い。あれだよ。あれだから。カモン、顔芸めっちゃ面白かったわってコメントを1分以内にしたかったらお前ブロック入れるから。和道の顔芸最高だわってコメントに訂正しなかったらお前速攻ブロック入れるわ。傷ついたから朝から。顔芸つまらねえとか言われたら。はい、ワドツー、エミちゃん。今、秘密基地オフィス。ここで世界を変えようとしてるの。ここから、ハッキングとか。世界の平和を守るために悪いやつを退治するハッカーだから。クラッカーからみんなの携帯電話のセキュリティ守ってんの。おはよう、のの。ああ、西岡誠ありがとう。カチュー、わざつ、ハートありがとう。おはよう。そうだよ。つまらなくても面白いってみんなが言ったら面白くなるから。恩赦村がわかんない。悪い。土地勘が全然ない俺。朝起きたらここにいたから俺。
ジャンレノは目指してないかな。丸眼鏡かけてジャンレノって安易すぎるだろ。俺むしろね、あのレオンあんま好きな映画じゃないんだよ。ナタリー・ポートマンが可愛かっただけの映画だと思ってるから。こっちってさ、みずほ銀行とか三菱東京UFJとかあんの？あるだろう、さすがに。あるか。うん。なんか琉球銀行しか見つからない。沖縄銀行とかさ。雰囲気変わった？そうだね、俺今からジュノンボーイ目指してるから。あれ傘は？傘1個しかねえわ。うん、アイアイ傘で行こう。鍵持った？黒だ。持った？持った。うん。いや、オートロックだよ。オートロックじゃないの？ここ。オートロックって言われたけど。そう。うん。鹿児島も雷とか雨なんだ。もしかしてこれ傘いらない系か？いるね。そこはいるな。いるね。どこだろうな、飯は。飯あれ、あ、行ってないんだ、2階ロビーの。ガチホモカップルみたいになってるから。でもさ、こういう作りも全部沖縄っぽいもんな、うん、なんかぽいぽいね、すごい最高よね。何か生き現象って。ちょっとさ、そこのバーカウンターで夜飲んでみたかったんだよね。ここいいよね、なんかカジノロワイヤルみたいなさ。ここのバーカウンターで飲みたかった。後で教えて。傘いるいる。それじゃあ飯取ってくるわ。
さーい。はいさい。寝とこだ。サラダとフルーツ。うわすごい。すごいな、やっぱ。やばいね。楽しむね。楽しむね。あ、やべ、ソース忘れた。
いただきます。たっぷりのフレンチトーストとサンドイッチです。こんな感じでアロエドラゴンフルーツサンドイッチフレンチトースト生クリーム、テルはこんな感じです。いただきます。で、生絞りグレープフルーツこうギューって生で絞ったやつ、いただきます。ケピー、うまっ、めちゃめちゃうまっ。グレープフルーツうまっ、あんまっ。グレープフルーツ絞ったやつあったじゃん、うん、飲んでみ、マジやばいよこれ。このグレープフルーツマジうまい。やばくないこれ。これやばいよ、うん、めちゃめちゃうまい。ビュッフェ、花火アザース、ティーちゃんと懐かしいわ。ジャスミンティーでしょ、サンピンちゃんって。なんかシェフがいて、鉄板焼きの前にで、みんななんかチーズとかツナとか取ってんので、それシェフに渡すとそのままスクランブルエッグ作ってくれる。ありがとう。生クリームたっぷりのフレンチトーストとはうまっ、うまっ、うまっ。嘘だろ。ふわっふわ。うまっ。
まあね。派手な T シャツ着ないとダメかな。ま、超豪華なんだけど。これはやばい。このセルフで装えるさ、生クリームとかいいよね。生クリーム、しかもさ、既製品の生クリームじゃなくてこれちゃんと作ってる生クリームなんで、うん、めちゃめちゃうまい。フレンチトーストもシェフが焼いてるの、鉄板で。うまっ。やべ、このフレンチトーストマジうめえ。うまい。豪華だな。のパイナップル、パイナップルパーク行こうかな。おはよう。うますぎ。マンチさんいらっしゃい。これはなんか具がバーッと並んでて
チェダーチーズ3枚とあの卵乗っけて、でそこにハムバーって重ねて作った、うん、もうフレンチトーストがやばい、ほんとうまい、生クリームもすごいし、フレンチトーストやばい。あとね、ジュースがうまい。今まで食ったフレンチトーストで一番うまいの。ありがとう、ハト。そう。シェフが作ってるからうまい。ちゃんとした人が作ってるから。でサラダ、島豆腐のサラダ、なんかレタスとサニーレタスと普通のレタスバーッと山盛りにしてコーンかけて、島豆腐あったから島豆腐にドーンって乗せて、でサウザンドドレッシング、島豆腐うまい。見えるや。やべ、フレンチソースもう一回食おう。うますぎる。マジで。うん。ありがとう。ありがとアミいらっしゃい、サノゲいらっしゃい、うん、ゴーヤチャンプルあった、うまい、行こうかな、ビュッフェだね。
お、玉川さんおはよう。適当に帰りのチケット買ってないまだ。適当っすね。アロエとドラゴンフルーツ。これってピンクの部分食えるの？食えるよ、食えたも食える食えるえ？やっぱり全部食えんだ食えないのかすごい全部食えんだ。ん？いや、ピンクの部分食わないと。え、そう食えんの？食えなくないけど白い部分うまいけど、ピンクの部分全然うまくない。ピンクの部分食べるの？ピンクの部分食べる。これ食べないでしょ。なんか苦いよ。お前嘘ついたな。だって納豆みたいにネバネバするんだけど。食べれるって。食べないでしょ。食べないよ。いやいや、食べれるって。ネバネバするの。このドラゴンフルーツってピンクの部分食べないですよね。ピンクの部分食べないです。おい、ありがとうございます。はい、納豆みたいにネバネバするんだって。なんで嘘ついたん？そうや、食い気味で。いや、食べないですよ。食べないでしょ。すげえ粘りあんの。まずかった？いや、それがね、ちょっと苦味があって別にまずくないんだけど、食わねえだろうなみたいな。いや、食べりゃ食べやんけどね。食い気味に言われたもん。綺麗なお姉さん、食べないっすね。、うん、スイカと、うんとね、食感がサクッとスイカみたいな感じで、なんだろう、ライトの甘み、水分、なんだろう、あんまとかない、サクッて感じで、なんだろう、スイカの白いところみたいなもんだよね。うまい。繊維質でうまい。加藤ありがとう。うん、風船ありがとう。おはよう。アロエうめえな。やべ、お腹いっぱいになってきた。フレンチトーストもう一回行きたいか、ご飯物行こうか迷ってる。欲張って苦しくなるパターン嫌だから結構食うな。チャンピンも一緒や。でもチャンピンが誘ってくれたん。沖縄行かへんって行く行くっつったの。フレンチソースもう一回行く？めちゃめちゃうまいよフレンチソース。もう腹いっぱいになってきたんだよな。行っといた方がいいかな。ちょっとね、ご飯物行こうかフレンチソースもう一回行こうか迷ってる。うわー、迷うわ。米も食いたいな。
キャンピンが誘ってくれて、うん、みんなで行こうよって。はじめまして、至った本気さん。もしよかったらフォローしてください。よし、ちょっと撮ってくるわ。こうなったわ。ね、俺のラーメンに対してはラーメン締め締めラーメンいいね。俺はちょっと両方とも攻めるわ。レンソースうますぎる。あと生絞りまた作ってきた。すごいね、こうそう、なんかでっかい機械があって、オレンジとグレープがブワーって置いてあるので入れてギューってやるとベチャベチャベチャで、2個ぐらいでこれめちゃめちゃうまい。このグレープフルーツ生、うん、オレンジソースめちゃめちゃうまいよこれ。これすげえうまかった。ゴーヤー
あ、これはうまい。ゴーヤとソーセージとフレンチトースト。サラダはもうさっき食べた。雨やんだ。やんでねえわ。向こう側にあるんだよ。止まるとこある。海、あれだよ、1キロ酒だったよ。うまい。うん、いや、ホテルうまいな。ホテルの飯すごいうまい。やっぱちゃんとした人が作るとうまい。すごい綺麗に食べるね。うまっ。雨なんだよね。降水確率 100%。 朝はね、ホテル代に込み。ゴーヤチャンプル取ったのめちゃうまそう。いや、めちゃめちゃうまいね、このゴーヤ。なんだろうね、こういう時って胃袋でかくなるよね。おはよう、初コメありがとう。もしよかったらフォローして。じゃあこのフレンチトーストね、絶品フレンチトースト。これやばい。明日は違うほど。あ、どうしようか。でもここ以外あんの？なんか、ほら、なんか隣のホテルとかないの？あのシャトルバスで出てるとか言った。仕組みがよくわかんないの。うまい。ミスターありがとう。ありがとう。おはよう、どんどん。これマジでうめえな。室内でも遊べるところがいいな。なんかあのフラワーパークじゃなくて、なんとか果樹園とかと、フルーツパークだっけ、なんだっけ、パイナップルパーク。うん、違う、そう名前じゃない。なんかあの、ヘビとか巻いたりと、ハブとマングースとか。うん、か、また、シュラウミとかどうなんとか言って。まあまあ、せっかくやるな。シュラウミとか行った方がいいかな。行ったことない。うん、ない。ない。俺もない。
だサメがいるんでしょ、スラウミってジンベエザメ。うん、うまいな、これどうやって作ったらこんなうまいのになるんだろう。美味しいブリトーストを作るのは難しいからな。むずい。あ、あとオムライスとか難しいらしいね、うん、なんか卵料理難しいからな。ね、なんかわけわかんなくなるな、うん、プロが作るとなんかふわふわのこう、うん、渦巻いたみたいなさ、うん、知ってる、あの悪いやつとかさ、あ、うん、オムレツみたいなって、うんうん、違うよ、俺ら2週目だからね今、うん、みんなねあの3品が食ってる量この量だから、ここ大盛りになってたから全部2人とも2週目だからねフレンチトースト俺今10個目だから、俺好きなものだね、あの好きなものをずっと食べてたい。うん、うん、一緒だ。むしろあれだよ、テルのリスナーさんがホテル取ってくれたんだよ、みんな。こんだけ食ってもよく太んないね。うん、羨ましい。みんな多分羨ましいと思う。うん、すげえな。それでも全く太んないの、昔から。全く太らん。小食だと思ってたもん、出る、うん。結構食う。めっちゃ食うね。パンパン。今多分こっからこの辺までフレンチトースト入ってるから。このくらい。うん、まっ。うん。家族が多いよねここね。うん。うん、ファミリーが多い。米食いたくなってきたな。ラーメンうまかった。うまい。ちょっと味は薄いけど。うんうん。さっぱり系の。米食いてえな。俺でも今食ったら絶対後悔するんだよな。腹はいっぱいだけど米が食いたい。旧海軍、司令。武号、あのさ、あのなん防空壕とかあるな、ああいうのって入れないのかな、その残り、その、いや、もちろん入れるのは入れるよ。そうだって日本兵とかまだ埋まってるって言うじゃん、言ってたよ、あの昨日のザマサブローさんが。でもどうなんだろうね、そう仕切られてんのかな、それとも普通に入れる、普通に入れる、普通に入れるの、普通に入れる。糸満に行ったら、うん、これ糸満に住んどったんやけど、うん、糸満に行ったらもう普通にゴロゴロあるもん、ゴロゴロある、あるある。え、連れてってよ、うん、めっちゃ行きたい、そういうところ。大津さん、マジロいらっしゃい。食った方がいいかな。まだ埋まってるんだって、なんか弾丸の跡とか、なんかその色すごいらしいよ、もう。まあ見えるところは全部あれしたから、掘ったりしたらだって、うん、おはよう、ハートありがとう、みんなフォローよろしくね。
あ、米食おうかな。どうぞ。いや、これ以上食ったら絶対後悔するんだよ。動けなくなるんだよ。だから旅だからね、うん、行こう。いや、食おう。行くらしいわ。行くらしいわ。まあ、俺も付き合おうか。ゴーヤチャンプル丼作ってきたわ。デブまっしぐら。お前らこれがデブだよ、うん、あれ青山どこ行った帰った。青山三重に帰った、うん、うまっ。青山どこ行っちゃった。米だな、やっぱ米だわ。米うめ、米だ。まだ食うんかよ、お前も。めちゃめちゃうまいよ。うん、レストラン最高。うん、すごいね、朝7時からビュッフェだったから1時間ずっと食ってるんだ。ノンストップで1時間ずっと食ってる、うん、これめちゃめちゃうまいから、マジで多分ねびっくりすると思う。オーバーリアクションじゃないから本当に。甘党の俺マジで感動した。太るねこれね。もううまいよね。めちゃめちゃうまい。いや、これはうまいわ。これめ、マジでびっくりした、うん、あ、これは行ってまうわ、それに、うん、バンバン行くよね。フェルはフレンチトーストとラーメンとゴーヤチャンプル2回とソーセージと何言ったラーメン、うん、俺はサラダ、フレンチトースト10枚、ゴーヤ、ソーセージ3本で今ゴーヤチャンプル丼。すごいもんだって。あら、すごい。刑務所こんな感じのやつ、刑務所というか留置所こんなん出てきた。そう、こんなん、ほんまこんなん出てきた。沖縄の留置所、沖縄の留置所。ほんまにこんなんやったわ。ウケるわ。東京寂しいよ、留置所。コッペパン、え、コッペパン、あー、コッペパンだよ。
おはよう。過ぎだね。やっべ、腹パンパンなんだけど。そうなるわな。イカ水なんだ。イカ水って胃が下の方にあるって言う。向こう、向こう。この一個ボールなんだ。へぇ、すげえな。そうそう、子供のお腹みたいな。食いすぎて動けない子供のお腹。イカ水って言うんだ。イカ水の人は何、太らないの？それは関係ない。どうなのかな、関係性あんのかな、うん、大食いの人が多いんだ。へえ、多分2000キロカロリーぐらい食ってると思う。行きましょうよって言ったのに、なんかもう俺誰も信じらんねえわとか言って誘ったのに。なんだねさ、ねえみんな。トレーニングがあるからとかわけのわかんないこと言ってた。これ筋トレしないとダメだからって言った。サロと筋トレがあるからその日行けないわ。シカゴから新しい日焼けマシーンが来るから それの、うん、大丈夫だよ、ドルさん今向かってるから。直射日光3時間しか浴びてないのにもう焼けたかんね。マジで、ま、びっくりする。本当に3時間ぐらいの、うん、あの朝方日焼けからホテル着くまでで、ほらあんま分からない。うまい。でも分かるでしょ。分かる、うん、毛のあれがうまい。そう、ちょっと分かりづらいけど分かる。ちょっとこの辺がブレスの跡がついてるの、うん、あんまり伝わんなかったな。靴積み塗っとけよかった。次もう食べねえわ、さすがに。指は、指はオブスアブストラクトっていうところ。オズアブストラクト、無理だね。
ジュース持ってくるわ。なんか飲む。三品茶で。三品茶。車レンタカーが持ちやすいとかある。沖縄レンタカーが持ちやすい。レンタカー1日1600円。普通車で2600円とかそんな1日で1ヶ月で2万2000円とかで、うん、うん、レンタカー安いよね。普通に車買うより安いよね。めっちゃ安いよ。ビビるよね。鍾乳洞か。はいはいはい。お蝶兄貴いらっしゃい、うん、なんか映画みてえだな。うん、なんだ珍しいの。なんだちょっと待って、ちょっと珍しい人から電話かかってきたから。もしもし、ちょっと待ってね、ちょっと待って。もしもし、聞こえる？もしもし、リクチ？もしもし、もしもし、リクチどうした？これ珍しいな、放送中に。ん？なんだ？なんだろう？集まりた系だよね、これ。完全になんかオナニーかなんかしてるでしょ。完全にこいつオナニーしてるでしょ。間違い電話か。切るぞ。なんかガサ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 ずっとやってたな。だって電話かけてくれるやつじゃないもん、絶対。よっぽど用事がないと。レクチなんか絶対なんか間違えてかけてきたパターンだこれ。400人に見られてるから。フォローありがとう。仕事行ってら。あ、フォローありがとうね。ガソリンも安いのこっち。島だから高いんだよ。安かったイメージじゃなかったな。だよね、多分高いっしょ。あ、でも石油を俺知り合いにいるんだ、ザマサブローさん。石油会社やってんだよって言ってたから、多分ザマさんが牛耳ってんだろうね、沖縄のガソリンね。あー、仕事頑張ってね。ガソリンどうなの？あ、間違い電話か。1100ありがとう。戻る。タバコ吸いたいよね。あ、
うまかったわ。綺麗だね。やば。おはようございます。お、赤丸キューピー、おはよう。てか、悪魔のキューピー、なんでいつもこんな丁寧なんだろう。悪魔のキューピーさ、昔からね、コメント打つとき敬語なんだよね、この人。そう、すごい律儀な人の。おはよう、メリンコ。さっきすんだ、おはよう。あれ、さっきすんだ、久しぶりやろ。嘘、ここか。あ、頑張るよ、悪魔キューピー、いつもありがとうね。傘ここにいっぱいあったわ。セミガン泣きだよ。セミセミ。うわぁ。うまかった。天気悪いね。昨日とは打って変わって、もう真っ暗だね。曇りだ。綺麗やなぁ。ね。別に悪魔のキューピー全然失礼じゃないけど。うわ、食ったー、うまかったー、めっちゃうまかったね。食った。キューピーなんかハマー乗ってるらしい。そう。いや、なんかツイッターのサムネとかなんかハマーの天井にドカーンと油かいてて、多分あれ自分のもんでしょ。なんか何回も上げてるから多分ハッタリじゃないと思う。なんかあの亀田光輝が買ってたやつだから多分4000万ぐらいのハマーが。二度寝する。俺多分二度寝するよな。うん。あ、そうなの？そんな高くないの？あれ。亀田光輝は新車で4000万とか言ってたけど、4000万だか5000万って。そんなしないんだ。あれ結構高いと思ってたわ。てかなんか暑くね？暑いな。暑いよね。空調いかれた？あ、違うか。あの電源抜いたからかな。タトゥー入れすぎでしょ。ちょっと若気の至りやな。若気の至りにしよう。多すぎるでしょ。これ普通1個か2個だから。やばいよこれ。何それ。うわ、それしょう。お前本気？マジか。ここに入ってんのみんな知ってる？ここに入ってるやつ見たことある？お前これはすごいわ。やっぱ生主って頭おかしいんだな。
自分大好き。テルだよ。これいつ入れたの？これ15ぐらいちゃう。10… アホすぎるだろこれ。テルは。あと牧場で入れたのこれ。これ牧場。うん。したいな。これだけ残してこれは残した方がいい、うん、これは俺高評価、ね、テルがこれ永遠にかね、うん、残そう、そのテルだけやべえな、ほんとこれもえ、そこにもあんのこれはあ、ガチでカッコつけようと思って友蔵って思ったよ友蔵、はい、っていう、うん、あの連れがいきなりこれをかけ出してで。ここがちょん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 ってやっとってしかもさ、これさ、中学生とかがさガチでかっこいいクロムハーツみたいなのを撮ろうとしたけど途中で諦められたそうこれな、あの、留置所行った時に、うん、これ脱がなあかんやんか、うん、で、こうやって全部これは何、これはこれなりって言われてさ、うん、こう、これは大島優子の優ですとか言いながらやっとってこれ大島優子の優だの大島優子の優だよで、これは、これ何て言えばいいんだよ。あ、いや、これは左肩にクロムハーツですね。クロムハーツ。だから、書類ではこう書かされたよ、こうやって。左肩にクロムハーツって。これは何だろ、これ。これは。これ、ピースマークじゃない。めちゃくちゃだな、ほんと生主って、やっぱり。まともそうに見えても、全然まともそうないかんね、全員。蹴るわ。ドレさんとかも常識人に見えるけど全然なんつうの常識っていうか礼儀はあるけど、うん、やっぱ気違いだよねあの人も、うん、そうすごいね、うん、ひどいいたずら彫り若気の至りだけどあのテルは俺すごいかっこいいと思うその右でもないし縦でもないし横でもないし、うん、あのテルは好きだわ明日は晴れる、うん、明日行けるよね、多分明日は行けるね、テルは絶対残すべきだよねいや、でも教室の 93% か逆になんかもうこっからここまでかっこよく入れちゃえばそれをなんかうまいことしてもらって上から、うん、それ上書きしようかなと思ったけど俺の友達で底抜けの、あ友達っていうか後輩なんだけど、うん、底抜けのやつがいて、うん、どれくらいバカかっていうとあのあカシコがいるの、うん、カシコの後輩と、うん、そう超バカで、うん、もう生主みたいなやつがいるのよ、うん、でこのカシコの方が、うん、あ寝るわっつって、ね、運転任せてて、うん、あレインボーブリッジ着いたらその辺で起こしてって言ったらあの起きて起きてっつってああもう何都内入ったって聞いたらレインボーブリッジのど真ん中に止めてブーブーブーってそれくらいほなもう高速道路でもあの全然関係なくど真ん中に止めて大渋滞起こすよなこの起きてよってもう行かないとまずいよっつってでそいつがもうどれくらいアホかっていうとここにがっつり超かっこいいマリア様を入れてたの、うん、だけど本人はキリスト教じゃないっていうことに気がついてその上にドラゴンを掘ったからドラゴンとマリア様がぐっちゃぐちゃに入ってるのそいつアホだなーって言って両方とも本格的なやつなのよ超かっこいいマリア様なんだけどなんか超かっこいい昇り竜入れちゃってめちゃくちゃなのこの辺がDM しましたベンツの SL も現行で持ってますへえ金持ってんだなえ、DM 来てないよ。え、俺に DM 来てないよ、キューピー。俺の DM、ふわっちにプロフィールあるよ。え、多分偽物に、キューピー偽物に DM しちゃったんじゃないの？俺に来てないよ。うん。家人からです。おお。何泊？ここはもう一泊かな？で、もう一泊か。で、
帰りはまだ見て、短パンどうしようかな。短パンつうかその仮吉ウェア買おうか迷ってる。仮吉ウェアってなんかこういう感じのやつ、羽織るやつ。いやちょっとあのアロハシャツみたいなやつ、あの空港の職員とか着てる、なんかアロハみたいな、みんなそれみたいな感じの。そう、あれ清掃なんだって。 あのなんつうの、スーツとかの同じ扱いにしてくれてんだって、沖縄は。公務員とかもあれ全然着ていいんだって。まあ、そうだよな、スーツなんか着てこいなんて言ったら殺す気かってなるよね、この国でね。この国でっていうか、まあ、日本だけど。水族館なんかさ、誰か沖縄詳しい人います？沖縄詳しい人。なんかさ、琉球って確かシルバーアクセもなんか独特だったよね。琉球のシルバーアクセ、あれなんて検索すればいいの？あ、ありがとう悪魔のキューピー。フォロー、え、悪魔のキューピーからフォロー来てるかな。多分キューピー別の人フォローしてない。誰か俺のさ、ツイッター URL 貼って。悪魔のキューピーね、多分ね、全然関係ない俺のなんかアンチのアカウントとかフォローしてる多分。誰か俺のツイッターキューピーさんにお伝えして。多分悪魔のキューピー全然間違えてる、ツイッターに DM 送ってるし、フォローありがとうキューピー。キューピーどこだっけ、住んでんの。美ら海か。買っても着るなよ、似合わなそうだが。似合わないかな、ダメかな。あ、サボちゃんありがとう。キューピーこれだよ、これこれ。ワード2、サボちゃんおはよう。キューピー今サボちゃんが書いてくれたのが俺のツイッターだよ。多分ね、別のツイッターフォローしてると思う。キューピーから来てないもん。あ、来たわ、ごめん、キューピー来たごめん、あ、キューピー来た来た、ごめん。キューピーもフォロー。キューピーありがとう。手作り工房リュウしか知らない。なんかリュウおしゃれだよね、すごい。だリュウは女の子向けだと思う、あれ。あれキューピーどこだ、フローバック、あれ悪魔のキューピーだ。ああ、全然全然、たまごさん。全然全然。三振っていくらで売ってんだろう。三振買おうかな。三振。三振。あのね、本当はハブの皮で貼ってんだよ。あの真っ白じゃん、三味線真っ白じゃん。で、猫の皮なのね、あれ。うん、三振はヘビ、ハブの。ハブは高いの。めちゃめちゃ高い。三振おじい LINE。お、ありがとう、了解。マチルダ、おはよう。国際通りにあるかな？三振。22,000円とかだった。
県民ですか、シルバーアクセわかんない。あ、黒の赤が俺のアカウント。うん、オッケーオッケー、キューピー大丈夫だよ、両方とも合ってる。フォローバックするときはね、黒の赤でやり取りしてんの俺。そう、黒の赤俺。やべえ、超楽しみ。いました？ OK、 ありがとう。国際通り行けばいろいろある。 OK OK、 キングタコスの隣に三振屋さんがある。お、愛の言葉、いらっしゃい。やべえ、そう、パフィー流しながらドライブしたい。なんかドライブさ、するときにパフィーってめちゃめちゃ良くない？これわかる人いる？多分昭和の人しかわかんないけど、パフィー流すとテンションめちゃめちゃ上がるんだけど、俺だけかな？これわかる人いないかな？パフィー爆音で流したい。市場の周りにもあるんだ。わかるっしょ？パフィー流すとテンション上がるの。錦蛇なんだ。え、ハブって聞いたよ俺。錦蛇なんだ。そうな。タミオのメロディーいいよね。うん。やっぱタミオ自由人だからね。タミオのあれも好きだな。さすらおうってやつ。この世界中をどこまで行っても歌うよ。おはようようさん。何？和田さん、クガニゼーク、クガニゼーク、クガニゼークで検索すればいいの？クガニゼーク、クガニゼーク。ん？ハンドメイド、ん？なんて検索すればいいの？クガニゼーク。うわ、超かっこいい。シルバーだ。クガニゼーク、うわ、超かっこいい、なにこれ。え、クガニゼーク欲しいんだけど、俺。え、クガニ、え、超かっこいいんだけど、クガニゼーク。トムね、なんか仲良かったんだけど、すげえなんかアンチコメ書いてて、なんか急にね、なんかアンチになっちゃったんだよね。2、3ヶ月前。なんか、いきなりトムから、なんか、コメントが来て、なんか、お前が踊ってるのは俺への当てつけだろうみたいな。いや、全然トム当てつけてないよ、つって。ワード、あのハマーは改造だけで500万近くかけて、マジで？マジで？やば！あ、そうなんだ。あの車は普通にかっこよかった。あの、ボンネットに、ボンネットじゃなくて、あの、上に乗っかってやってる写真すげえ良かった。何で見たんだっけな。沖縄古来のシルバーアクセデザイン数少ない。あのね、その、なんか、ちょっと、ツーなやつが欲しいね、ツーなやつ。三振で捕まえる？なんかすごい三振の人がいるんだ。DM で送って送って。うん、いいなぁ、儲かってんだ。
金細工又吉とか昔からあるところ。金細工又吉、これすごいね。久我に細工、久我に細工、又吉どこだ、あった、首里の方。え、ホームページないんだ。え、ひっそりとやってる感じなのこの人は、又吉さんは。え、これこのアイテムは欲しいな、久我に細工。あ、ひっそりと家でやってるんだ。すげえな。コッコも持ってんじゃん。コッコに会いてえな。コッコどっかに出没してねえかな。値段どうなんだろうね。高いのかもね。俺悪い人だよ。キッキーおはよう。俺よく言われるんだけど、放送見るといい人でした、イメージと違うって言うけど、極悪人だから。ほんと、グリーンピース食べなかったからね、子供の頃。お母さんが作ったチャーハンのグリーンピースを食べないぐらいの極悪人だから。いくらなんだろうね。なんかでもさ、その土地とかでしか手に入らないものとか欲しいじゃん。これさっき言ったやつですね。悪魔のキューピー、モンモン送ってこないでください。モンモン送ってこいって言ってないから。すげえモンモンだよな、キューピーのモンモン。ガチの人、ガチの人。これ竜？ドラゴン？全身だからね。がっちり入ってるからね、アクマとキューピー。すげえな。これこれ、ハマ。ああ。いいよね。この写真が好きだってさっき話したのよ。ほんまもんの人だからね。悪魔のキューピーのせいで、アウトロー配信者が増えたっていう。元祖アウトロー系。T シャツじゃないよ。すげえな。すげえな、これ。T シャツじゃない、T シャツじゃない。だって悪魔のキューピーのデビューが、金屏風なの。金屏風がバーってあって、で、裸にモンモン全身で、で、ニコ生クルーズっていう仕組みがあるの、ニコ生って。要は配信者がもう何千人といるから、そのクルーズに乗ると15秒ごといろんなところを回るの。で、その新規の人が売名できるっていう仕組みがあるのね。ニコ生クルーズって言って船に乗っかって15秒ごとに宣伝ができるの。で、悪魔のキューピーは記録を持ってて、その、ふかしアウトローはいっぱいいたのよ。だけど、金屏風になんかドラゴンの絵とか書いてあって、ソファにデンって座って裸で、こうやってモンモン入ってる。はい、悪魔のキューピーでーす。皆さんよろしくーとか言って、クルーズ3万人ぐらい乗ってんだけど、とんでもない量降りてきて、その伝説になったっていう。一気にブレイクした生の人だったの。で、そっからアウトロー系が一気に増えてきたの。そう。で、喧嘩突を悪魔のキューピーにするっていうのは度胸試しみたいな感じで流行ってたのよ、当時。悪魔のキューピーがすごい人気出て、で、本物の家業の人だから怒らせに行こうって言って、喧嘩突者が度胸試しみんなかけてたの。で、俺かけたんだよ。ワドンも行こうぜっつって、やってみっかっつって、で、突かけたら、俺が当時ね、こう2ブロックで、で、ロン毛でこうパーマをかけてたの。
だからそのここがこうなって前髪がこう半分ダラーンとなってたんだけど、そしたらなんか知んないけど悪魔のキューピーがめちゃめちゃ壺にはまって、お前わと焼きそばパンやないかお前っつって、なんか仲良くなったっていうエピソードが昔ある、うん、俺のことはだからキューピーは焼きそばパンってずっとおちょくられてた。喧嘩ちょっと失敗したんだよそう、え、そうだ、うなちゃんマンを土下座させたのも有名だったよね、その当時。そうだそうだ、そう、うなとよく喧嘩とずしてて、でちゃんマンがブルスって土下座したっていうそうだ、懐かしいね、うん、もうでも3年以上前の話よそれ。面白かったよね。あ、クルーズの船員だったんだ。結構伝説だよね、その悪魔のキューピー事件は。DM また送ったわ。あ、オッケー。あとで、放送終わったら送ってもいい？キューピー。今送った方がいい。あとで送るよ。絶対送るから。うん。今パソコン使ってるからさ、キャプれないんだ。カシャってできないから。キューピーはだけど、ふわっち戻ってきて。うん、あとで連絡します。キューピー。そう、最近ふわっちたまにやってて、なんか騙されたとかわけのわかんないこと言ってたよリスナーに騙されたとか言って。でもね、古いなんか有名なマンション復活すると嬉しい。俺はなんかみんな辞めちゃったもんね、あの先輩も同期も。俺が配信始めた時って一番生主少なかった時代なの。有名配信者だと橋本くんとか同期なんだけど、うん、また吹かしてる？何を言ってんの？うん。あ、お嬢さんどうなんだろうね。お嬢さんのことは知らない、俺。うん。チャンピオン何やってんだろうね。車調べてる。今、レンタカー調べてくれてる。いや、部屋の中いても何も起こんないからね。トツ行きたいけど仕事で行けないんで沖縄楽しんでください。ああ、全然トツいつでも、あのいいよね、なんか全然もう沖縄ですよ、全然。沖縄でプラプラしてるから場所分かったら来てよ、みんな。チンスコ持ってきてチンスコリアトツやるっていうか、まあ放送中になんか普通に、そう、シール屋さん、悪徳シール屋さんだから。シール持ってきたの？ステッカー。うん。そう。テルだよ。テルチャンピンだよ。キューピーがなんかテルって。テルチャンピン。テルテル。なんかコメントだとめちゃめちゃ律儀なんだよね。あうまかった、雪。久しぶり会ったことあるの？いや、コメント来た。ああ、そうなんだ。へえ。お花見ありがとう。ありがとう。朝食うまかった。おはよう、肝臓ソールドアウト。悪徳シール屋さんだから。ワイガワドを知ったのは力屋絡み。あ、古いね、ネク。いや、始めてからもう結構経つよ。半年ぐらい経つ。要はね、12月だか、冬だったはずなの。あの、パワースポットっていうバーやってた時は。でもそれはね、かなりの初期、半年目ぐらい。だからもう配信のノウハウ何も分かんない時だね。今度5万円分の馬刺し送る。マジで？マジで？ありがとう。5万円分の馬刺し。ありがとう。力屋さん何やってんだろうね。うん。ヤミーと、あ、はい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 。
昨日満喫するよ、ありがとうね、松井。3人分？あ、ありがとうございます。熊本って馬刺し有名なんだ。てか悪魔のキューピーにも俺いつか挨拶行きたいな、会いたい。ズボン食い込んでるんだ。毛深いんだね、意外と。うん、うん、毛ないと思ってた。俺と同じぐらいある。力也さんすごいよね。知らないでしょ、力也さん対戦した。知らない。超すごくて、カメラ持ったままもうどこでもリアドしちゃって、で、ニコ生とかってさ、ほらヤクザの事務所とか行けよみたいな風景あるじゃん。でも行かないじゃん、普通に考えて。普通に行くかんね。あ、いいよーっつってバーッとそのまま行って、ピンポンピンポンピンポンとか行って、で、出てくるじゃん。しかも本部とかに行くのよ、あの人で。あ、なんか V シネを見て憧れてきましたっつって、で、そのまま住み込みしたの、うん、やばくない？やばいやばいよね、あの人のコミュ力。おはよう、ユミさん。あれは、あの人は本当逸材だと思う。エルノシェ、おはよう。みんなおはよう。もし初見さんもしよかったらフォローしてください。よろしくです。多分9時からやな、営業が。だよね。うん。フォローありがとう、みんな。そうそう、ナイナイの岡村さんにも絡んでる。なんか、ナイナイの岡村さんに憧れてたんじゃなかったっけ？もともと。おはよう、ロハコさん。おはよう、みやみや。いやー、沖縄ジーパンは失敗したよ。なんか俺服変えたくない人なの。どこでも同じ服ずっと着てた人なんだけどね、さすがにね、この格好はダメだわ。黒いジーパン、黒い T シャツはね、もう最悪。日差しがやばい。てるてる坊主作った方がいいかな、明日晴れるように。めっちゃ太陽光線吸収するよ。短パンか。あえてのこだわりでジーパンで過ごそうかな。縛りを、かりゆしウェアはちょっと欲しいなと思うけどね。うん。部屋の中映さない。あ、そっかそっか。でも俺さ、ほら、配信者だからさ、あれだよ、ホテルかなんか泊まるよ。うん、ご迷惑かけちゃうから。やっぱ配信やりたい人だからさ、ありがとうね、キューピー。お気遣い。日差し集めてますって感じだよね。沖縄ね、湿気がない暑さどころじゃないよ。湿度 90% だよ。死ぬよ。サウナだよ、ほんとに。昨日もうだって、3時間ぐらいでペットボトル何本飲んだか。もう水を常に補給してないとやばい。ずーっとじわじわ、なんか岩盤浴みたいな。ずーっと汗出てるみたいな。虫眼鏡当てたら燃えるだろうね。セミは雨でも元気だな。マジで？そう、放送は回さないと食っていけないからさ、俺。ハンドスピナーはまるね。湿度 90% どうなんだろうね。水の中ではないでしょ。湿気でしょ、あくまで。うん、特に暑いって、現地の人も今日は暑いよって言ってた。ショッピングからでもいいかもね。キューピーさんの旅配信？
白も全然昔は着てたけど黒が好きなんだよね。黒い服着てると落ち着くの。黒とか赤とか。電気消す？いや、大丈夫？うん。DM？ DM あんま見ないんだよな、俺は気づかないんだよね。もしよかったら LINE 登録しといてよ、みんな。で、ふわっちから来た誰々ですって送っといて。DM あんま読まないんだよね。これか。黒、赤、白だね。黒、赤、白。白いアイテムはポイントでつけるよ。そうそうそう。やっぱ海が近いからと暑いからで蒸発してるんだろうね。いやー、まだまだ稼げないよ俺、配信者で。やっとこさ、月収50万いくかいかないか。でも今月50万いかないと思う。あと4万円だから、今日1日で4万稼ぐのは無理よ。ちょっと不可能に近い。今ね、46万かな？今いくらだろう？今月は。今月が30万超えたかんね。いくらだ？今月のふわっちの収入46万5千円だから3万5千円いったら、月収50万達成。頼む！花火くれ。花火お願いします。ぜひ僕に月収50万円っていう花を持たせてください。テルが、おお、花火ありがとう、特命さん。花火ありがとう。もう彼は100万超えたかんね。彼はもう月収100万円プレイヤーだから。うん、え、嘘？え？キューピーってもう100万以上稼いでんの？マジで言ってんの？ふわっちで？ふわっちじゃないでしょ？本業ででしょ？本業でだよね。ふわっちでそんな言ってないでしょ。花火ありがとう。100万以上テル稼いでるぞ。どんな配信やってるかじゃなくてね、どんなファンがいるのかだよ。悪魔のキューピーってそんな稼いでんの？本業の方でしょそれ。あ、びっくりした。そうだよね、本業の方だよね。あ、すげえな。一日で100万以上稼ぐんだ。やっぱ。そりゃハマー乗るわな。うん、また見に来てね。はい、ワドツーボンちゃん。すげえな。いや、俺はもう寝ないかな。俺はもう、大丈夫。夜の世界で言うと、ふと客がいるかいないか。そう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 、そんな感じ。でも配信で稼ぐのはシビアな世界だよ、本当に。俺はみんなにまんべんなく可愛がられてる感じ。あとでよく見てみるわ、キューピー。うん。いや、わかんない。キューピー。キューピーに聞いて、チャオズ。
でもあれだよ、やっぱあの家業の人でもね、上の方に立ったりとか稼いでる人って下手なことできないよ。末端じゃないの、そういうのは。俺はその世界のこと全然知らないからさ。ん？コメントスルーするのはなんで？法に引っかかることはしてない。いや、ふわっち様々だよ。レンタカー、いや、テルがさっき電話してたよ。エセア価格してた、なんで？なんで？俺別にエセアカと最近会ってないよ。セフィゾいらっしゃい。青年実業家？悪魔のキューピーは、あれだよ。結構年上よ。おっちゃんよ、おっちゃん。実業家ではないだろう、配信業は。ハマー駐車場に困るよね、絶対。家に止めらんないと無理でしょ。うん。俺はね、ない。まず、そんなに稼いでない。多分ね、マルサが動くのは2000万以上なのよ、年収。年収2000万稼ぐのは、ホスト系でしょ？添い寝系だから。添い寝系配信者だから。あ、稼いできてるから？いや、俺はほら、捨て頃とかのバブルがあったから、まあ、テルも俺もさ、ドレさんも、捨て頃でお疲れみたいな意味、あと誕生日もあったから、たまたまだよ。俺、その、毎月毎月続くっていう、もちろんあれだよ、億万長者は目指してるよ、配信の収入で。配信者、個人事業主、そう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 、個人事業主だよ、実業って感じじゃないよ。うん。大道レンタカーが安い。あ、ありがとう、よし、行くぞ、さん。ただ、まあ、なんか近いところ探すよ。なんか安いところ、テルが見つけたから。ありがとうね、教えてくれて。キューピーはね、あれだよ。なんか変なオラついたりとかしないよ。いかつい顔してるけど、めちゃめちゃなんか、なんつうんだろう。コメントもなぜか敬語だし、年下の俺らに。人間ができてる人なんでしょう。オラついてんの見たことないよ、キューピーが。あ、うなちゃんマンと喧嘩突の時はめちゃめちゃ面白かったけど。悪魔のキューピー VS うなちゃんマンとかに出てくるんじゃないの？昔の YouTube。波があるっつうか人気商売だから、人気がなくなったらもう干されるっていう世界なの。それは俺らは毎日毎日戦ってるわけよ。面白いことやると。面白いことやっても、配信で閲覧が増えるとは限らないから、なんか好かれるキャラクターになるために毎日努力してるよ。うん。それは頑張ってるね。うん。俺免許持ってない。ありがとう。ごめん、俺免許持ってないんだ、キューピー。ありがとうね。うん。芸能界とまで言わないけど、規模が小さいけど。うん。人気商売であるのは間違いない。ごめんね、ありがとう、キューピー。俺免許ないんだよね、この年で。売名じゃないの？うん。
あ、セフィゾ何？芸能界の二次オーディションなんだ。事務所の？頑張ってよ。免許取る配信？いや、車だって都内で生活してたら車なんて無理だよ。家賃6万なの。で、新宿の駐車場って6万以上すんの。俺、車よりも安い家に住んでんのね。駐車場より安い家だよ。どうやって払うんだよ、駐車場代。免許いらない。だってさ、5分歩いたら駅にぶつかるんだもん。あのね、そうだよ。マルチタレントに近いと思うよ。もちろんそのタレントとしての力が一番ないとダメなんだけど、カメラマンとか構成作家とかさ、監督とかいろんな、その照明、スイッチャーとかさ、このだってさ、ボタンをこうやってスイッチするだけでさ、あれだよ、一つの仕事なんだよ。ファイナルカット券とかさ。うん。あ、ぜひぜひ。ぜひ、大分行ったらお世話になります。都内は車いらない。俺原付持っててたんだけど、原付ももう更新めんどくさくてほっといちゃった。あ、僕は牛丼混ぜ男ではないです。はい。人違いです。大田町アドツ。おはよう。やべ、腹いっぱいだな。今日の予定はね、海行ったりとか、いろいろ回る予定だったんだけど、雨なんだよね。まさかの土砂降りなんだよね。うん。達彦なんか人気出てるね、最近。あ、ありがとうね、キューピー。後で LINE 連絡します。お疲れっす、キューピー。ありがとうね、また来てね。おはようロードスター。あ、違うか、バブーってことは達彦か。この時計マジでかっこいいよな。バレラ、ブレラ。ベロベロで行かないっていうのはダメだな、確かに。金梅さんから来なよって言われた時に、ベロベロでこそ行かないとダメだよね。それはチャンス逃したね。金梅さんから誘われるってほんと人生一回あるかないかのチャンスだからね。で、金梅さんは一回その、なんだろう、可愛いなってやってくれるとずーっと使ってくれるよ。売名させてあげる。るよ、あの、有名にしてやるよっていう男気ある人だから、乗っかった方がいいよ。うん、おやすみカムイ。だったらバブー達彦とかに名前変えるべきだよね。達彦はね、ダメだよ。達彦の方がいいよ。うん、あの、なんかその辺を教えたい、達彦に。検索ワードで、タツヒコの方が打ちやすいじゃん。で、タツヒコっていうので、タチュヒコって呼ばれる方だったらいいんだけど。そう。テル寝てる。テル寝た。バブー達彦は有利だよ。バブー達彦にコテハン変えるべきだよ、絶対。コテハン変えるのも最後の最後のチャンスだよ。絶対後で後悔する。大阪先輩か東京先輩、よかったのにね。固定化すればよかったのに。もったいない、せっかくネームバリューあるのに。
そうだね。今だから、この放送で2時間放送やってて、今金額的に言うと、俺に入る金額は2637円。だ時給1000円ぐらいだね、うん。マンスリーランキングに乗ってる8割っていうのは、まあ大体合ってるね。大体合ってる。ただ厳密に言うとそうじゃないんだけど、大体8割だと思っていいよ。うん。どの配信者も。あのマンスリーランキングのポイント書いてあるじゃん。それの8割ぐらいが収入だと思っていいよ。ヤドカリ？それヒカルくんが企画してたからヒカルくんと合流してからでいいんだ。だるまさんおはよう。いやだから稼いでる人とかね、数百万稼いでるからね。まだ1000万プレイヤーは現れてなくて、アイラの700万が最高、一番最高記録だと思うけど。1ヶ月で稼いだ金額700万。あいつは天才だよな、ほんと。所得税とかをほら、申告をして、要は、その、サイトで引かれるわけじゃないの。俺らが、それぞれが確定申告をして、所得税とかを払う感じ。だから、はい、まあやってないやつばっかりだろうな。確定申告な。ラスト解明にしな。バブー達彦でいけな。バブー達彦で。で絶対ひらがな、達彦ね。まだ会ったことない？あ、出会ったことない？え、ヒカルくん確定申告配信やってるし、俺もやってるよ。やってる人はやってるよ。要は、大きく稼いでる人とか、その、個人事業の経験がある人はやってる。アイラもやってたよ。うん。確定申告は年一。もっとだーって言った。まあ、疲れて捕まるやつ出てくるだろうね、今後ね。うん、マルサ入ると思うよ。で、トップニュースで晒し上げられるだろうね。メディアに。あ、確定申告のあの、並んでくださいとかのバイトやってんだ。確定申告と、各都道府県でやるわけだからさ。まあ、新宿でやってるんだったら俺と出会う確率あるだろうね。バブー達彦はいいかもしんないな。おはよう、お疲れ。ヒッターさん。あ、みんなにお願いがあるんですけど、あの、YouTube のチャンネル登録もうすぐ1000人いきそうなんで、あの、ぜひ、今回の旅の配信とか過去の配信とか、全部、あの、動画になってるんで、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。下のチャンネル登録ってやつで、あの、ワンクリックでチャンネル登録できるんで、ぜひ YouTube アカウントみんな持ってると思うんで、Google アカウント持ってるでしょ？ぜひチャンネル登録してください。多分一回固定化した名前は絶対変えちゃダメだけどね。あの、SEO が効かなくなるから、リスナーさんが探せなくなっちゃう。名前変わると。ネットの世界では名前変わるのは致命的だから、有名になる名前をつけて、検索しやすい名前をつけて、で、覚えてもらいやすい名前をつけて、で、ずっと長年愛用すると、いい。お、いいじゃん、バブー達彦。バブーいらっしゃい。で、ツイッターとかも全部統一しておきな。でも絶対変えちゃダメだよ。絶対変えちゃダメ。どんなことがあっても名前変更は、過去の人格と経歴捨てることになるから、引退するときだけでいいよ。配信の締め付けは別に強くなんないよ。っていうか、あの、国税とかは稼いでる人しか相手にしないよ。2000万以下の配信者なんてさ、税金なんて全然取れないわけだから。統一しな、バブー達彦で。
あ、くるみは変えた方がいいと思う。複数人いるから。俺のリスナーさんでくるみ、やっぱ3人ぐらいいるし、クミもいるし。うん。そう。あ、ありがとう。フォローありがとう。イケイケどんどんさんありがとう。コロンか。なんだろう。コロン、うん、うん、うん。組み合わせがいいよね。うん、バブーダーズヒコみたいな。俺もそれを進める。うん。そう、何々何々っていうのは結構いいと思う。俺がおすすめするのは、ドラクエの呪文プラス、名前だね。だから、メラゾーマ高光とかね。うん、マヒャド高光とか、うん、パルプンテ高光とか。もう、ドラクエの呪文は、なんか響きがいいから、好きな呪文と、プラス名前。うん、ヒャダルコボーンとかね。薬島組と合流するかどうか別に あんまりなんか予定組んで動いてないよ。適当。バシルーラコロンに変えればいいじゃんだ。バシルーラコロン。うん、メガンテのどれ。そうそうそう。ヒャダルコボーンはいいでしょ。ドラクエの名前は絶対いいよ。だってね、ヒャダインさんだってあれドラクエの呪文だからね、ヒャダインって。ん？ヒャド、ヒャダルコ、ヒャダイン、マヒャドだっけ。ヒャド系の呪文だけ一個多いんだよね。ノブリスいらっしゃい、ワダツ。バシルーラっていうのは、ルーラって移動する呪文だから飛ぶ呪文なの。だけど相手を吹っ飛ばす呪文。バシルーラーってやると相手が強制的にルーラーでどっかに飛んでっちゃうから戦闘を離脱させるの、強制的に。イオナズン和道に変えようかな俺も。テルチャンピンはいい名前だね。殺虫剤青山よりもテルチャンピンいいよね。メダパニの和道。ドラクエわかんない？この YouTube ありがとう、チャンネル登録ね。で、ふわっちもチャンネル登録してください。よろしく。みんなありがとう。ホイミンボン。うん。だから、卵さんとかも結構被ってると思うから。うん。ありがとう、みんな YouTube。向精神薬の名前にするの、ニルバーナがよくそんな感じの曲のタイトル多かったよね。リチウムとか向精神薬だよね。寝るの早っ。もういびきかいてる。早くない？すげえな。ドラクエわかんないんだ。まあ好きなゲームの呪文とかでもいいんじゃん。みんなフォローありがとう。いや、それがね、雨ちょっと止んできたかな。まあ、普通の雨ぐらいになった。さっきはスコールみたいな感じだったね。すごいね、すぐ寝たね。おい、エリちゃんはどつ？ディアボロスボン。強そう。
ディアボロス、ボンは強いでしょ、絶対。破壊神でしょ、破壊神。すげえ面白い、こうやってやると。あ、面白い、これ面白い、面白い、面白い、これ。なんか重力みたいなの感じる。面白い、これ。あ、これ面白い、面白い、面白い。こうやって回すと面白い。うん、ケアル、ケアル、いいじゃん。あ、風船ありがとう、100個、ルシファー。もっちゃんはボンだけでいいね。指一本じゃできないんだよね。ベンゾ太郎さんやってたんだけど、すげえ難しい。回転しちゃう、俺の場合。ベンゾ太郎さんできてたよ、やってた。親指だってできるね。親指だってできるわ。ハンドスピナーなんかハマるね。でも、アマゾンで500円ぐらいで売ってたよ。これハンドスピナーって言って、今流行ってるやつ。配信者なんかみんな持ってるんだよね。暇つぶしの道具だね。レクチー、さっきのは何だったの？何だったの？何の電話だったの？あれ。飯食ってる時に配信中に電話かかってきたから、レクチーが珍しいなと思って。猫ご飯行ってら。ハンドスピナー。なんかこう、動かすと面白いね。なんか重力っていうか遠心力がわかる。体感でわかる。こう、ブーンって力が加わるんだよね、なんか。空気抵抗とは違うんだけど。これが多分遠心力なんだろうな。ストレス解消っていうかね、暇つぶしだよね、暇つぶし。あ、回らなかったんだ。まあ、1000円2000円の買えば間違いないでしょ。間違えてかけちゃった。ああ、引っ張られるのか。だけどこういう原理でなんか飛べそうな気はするよね。要はさ、ヘリコプターってさ、要はここをさ、ベアリングで宇宙船にしてこうやれば飛べるじゃん。この原理で飛ぶ飛行機ってないのかな。この原理で飛べるはずなんだよね。ベアリングでここに船、ここに船にしたら、それダメなのかな。安全面がダメなのかな。でもヘリコプターがあるってことはね、どうなんだろう。危ないのかな。こっちの方が絶対安定して飛べそうな気がしない？ドローン、ドローン、そうそう、ドローンは違うでしょ。ドローンはこうあったらこうあるじゃん。違くて、俺が言ってんの、ここがコックピット。あ、危ないか。で、こうやって飛ばないのかな。UFO だよね、だから。オスプレイは、だから、オスプレイもヘリコプターも、なんつうんだろう。違うんだよな。ニュアンスが伝わらないんだよな。オスプレイは違うよ。オスプレイは胴体があって、こうあって、こうあるのが、こうなるだけだから。そうじゃなくて、ここにコックピットがあるの。ここ。UFO みたいにこうやって飛ぶの。
言ってる意味わかるかな。言ってる意味わかる。ただまあそれが実現現実的じゃないんだろうな、やっぱり。やっぱヘリコプターの形状になるか、ここにその左右フル装置が必要だから、だったらここに胴体つけて、こうやってプロペラつけて、ここで逆回転させるっていうか、横側の軸でこうやってやんないといけないから、やっぱヘリコプターって理にかなってんだな。多分そうだろうね。搭載能力っていうよりもその操作、こっち側でその横の小さいプロペラでこう向きを変えるわけじゃん、こう縦とか。だから理にかなってるんだヘリコプターは。今ね、片道1万1000円だったピッピー、格安航空で片道1万1000円。オスプレイはすごいいい原理だよね。こうやって胴体があって、ここにこう羽があるのよ。だからこういう風にババババババって、そのジェット機と同じ原理で進むこともできるし、これをオスプレイのすごいところって、こうやって離陸滑走路が必要ないのよ。要はヘリコプターと同じで、上空にババ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 って上がりながらこう行ってこう行くっていうやつだから。ジェット機っていうのはさ、滑走路がないといけないけどスピードが出るっていう。だからオスプレイのすごいところは、このまま上空に上がってそのままこう発進できるところだよ。だからこのヘリコプター型からそのままジェット機に変わるの。ジェット機のその動力と同じ。理にかなってるよ。だから飛行機で滑走路が必要ないところに補給とかに行けるんだもん。いつまでいるかわかんない。そうだよね。海行きたいんだけど、今日、あ、雨止んだ。あ、止んでねえわ。雨なんだよね、今日。詳しいっていうかね、いや、オスプレイはそのために開発された。しかも、これ日本の漫画が元ネタだから。攻殻機動隊の中で書かれてんだよ、もう。レンタカーは絶対必要だね、沖縄満喫するんだったら。地元民しか知らないスポット連れてってもらったもん。超楽しかった。いや、普通にバンバン飛んでるらしいよ、あのオスプレイ。で、なんで墜落するかっていうと、こういう風に上がってこうやってやるのがすごい難しいの、わかる？こうヘリコプターバーって上がって、これをこっちの向きに変えるまですごい大変なのよ。この運転技術が難しいから墜落事故が多いっていう話らしいよ。なんか戦闘機はバンバン飛んでんの見たよ、昨日海で。テルもいつ帰るか、帰りの飛行機決めてないって。俺らそんな感じだよ。なんか計画性なんてないよ俺らに。計画性があるんだったら、こんな人生選んでないっていう。そうだろ。計画性があって、ちゃんと建設的な意見とかを述べられて、毎日決まった時間に何かをできるんだったら、こんな人生にならない。腕のここにテルチャンピンって彫っちゃうんだよ。テルって。今はそうね。和道とチャンピン。みやみやいらっしゃい。でもオスプレイは理にかなってる戦闘兵器だよな。いや、空母がいらないってでかいん。滑走路と空母がいらなくなるから。
いびきすごかった。普天間行けば見れるよね、多分オスプレイね。1万1000円だよ、オルホコさん。まあ今安いシーズンだからっていうのもあると思うよ。夏休みとかじゃないから、冬とかもっと安いってよ。だからすごいよね、東京から沖縄ってさ。俺往復8万円ぐらいのイメージあったの。ハワイの方が安いイメージあったのよ。まあそれ為替の関係でなんだろうけど、だから沖縄に行くってちょっとした本当に勝ち組しか行けないイメージあったもん。今いい時代だよな。沖縄にさ、大阪で新幹線行くのより安く行けちゃうんだもん。あー、やっぱうるさかったんだ朝から。まあ迷惑だよな、近隣住民からしたら。だからすごいところに基地あるなと思ったもん。住宅街なんだもん。考えらんねえあれ、普天間。片道1万1000円で沖縄って最高だよな。でこっちに友達とかいてさ、家泊まっていいよって2、3日って言ってくれる人いたらさ、ねえ、やっぱだから友達をいっぱい作ることだよね。友達をいっぱい作ること。そしたらホテル代もかかんねえよ。日本全国に友達作ろう。やべ、タバコなくなるな。風船ありがとう、アイテムありがとう。初コメ、キューベイさんどうも。もしよかったらフォローしてね。沖縄いいよ、飯うまい。おいにゃ、おかえり。うち2階3階アパートで空き部屋あるときは使っていいよって友達に1週間遊び来ること。ああ、ちょっと一回電波の関係で枠取り直すわ。こっちの電波10。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。